女優井上紀美28が2日放送された NHK 連続テレビ小説エールに出演した。井上は主人公の古山雄一、久保田正孝が作曲した船頭河井屋を歌う歌手藤丸を演じ、見事な歌声を披露。芸者ではなく下駄屋の娘という設定だったが、雄一や哲夫、中村葵、久志、山崎育三郎を驚かせた。井上は放送後ツイッターを更新。藤丸、初登場でございました。この物語の一員として存在させていただけることが奇跡のようです。見てくださった皆様ありがとうございました。藤丸、元井音丸さんのレコードを聞き込み、この時代の歌を研究し、歌の先生に導いていただきながら、船頭河井屋は旗になりました。昭和10年の風音とツイートしレコードの写真をアップした。さらに、最初のシーンから、高梨先生、雄一さん、船頭河井屋をこの世に生み出してくださって、ありがとうございます。TT という思いが募りながら、本日のエールを見届けましたとツイートした。井上については、所属事務所の HP で朗読を得意とし、総合文化祭の全国大会の朗読部門で最優秀賞を受賞。また、NHK 杯全国放送コンテスト兼大会優勝など数々の受賞履歴をがあります。また、劇団四季に入団後は2016年、ガンバの大冒険で主役塩路を演じ、美女と野獣では主役ベルを演じるなど活躍と紹介されている。